いやでも本当ね、はい、あの内外のこの何でしょう、コントロールといいますかね、そのベースを本当かすめるようなところにね、はい、コンスタントに投げれますからね。そうですね。ここもそのカーブ、スイングアウト、バットが空を切っています。グライシンが1つ目の三振を奪っています。ワンアウト。ボールゾーンに逃げていきました。ナックルですか今。はい、少しこう指を立てるんですよ ね、 ナックルカーブですかね。ナックルカーブですね。外のまっすぐ145キロ。この回はバルグリス、北川連続三振でグライシンが2アウトを取っています。まあ、あとは本当に慣れていくことですね。やっぱりプロのピッチャー の、 そのコントロール、ボールの強さね、はい、それに力負けしないようなバッティングをね、はい、できればある程度の数字は残せるような気がしますけどね。最後バットが出ませんでした。この回はグライシンがバファローズ打線を三者三振に抑えています。2回終了、0対0が続いています。